はい、どうもこんにちは。今回はバイアスエフェクツを使った音作りとして、ジュディ&マリーの代表曲オーバードライブにマッチするようなジャキッとしたクランチサウンドをですね、作っていこうと思います。どのようにギターアンプでエフェクターを組み合わせて音作りすればいいかわからない方はですね、ぜひ今回の動画を参考にしてください。それでは早速いってみましょう。まずはいつものようにバイアスエフェクツに収録されているモデリングアンプの中から、ギターサウンドの元となるアンプをですね、選んでいきましょう。今回はマッチレス DC30 をモデリングしているこちらのアンプを使います。このマッチレスの特徴は、なんといっても太くてきらびやかなクリーントーン。これまでのですね、音作り動画でもクリーンサウンドを作るためにですね、何回かこのマッチレスを使ってきました。ただクリーンサウンドだけでなく、ゲインを上げたサウンドも最高で、エッジ感やきらびやかで腰のあるクランチサウンドを得ることができます。なので今回イメージしている太さを兼ね備えたジャキッとしたクランチサウンドを得るのにですね、最適なアンプだと思います。では早速ですね、音作りをしていきましょう。まずいつものようにプリアンプとパワーアンプのゲインバランスから調整します。バイアスエフェクツに収録されているマッチレス DC30 の場合、ここのプリアンプのゲインがサウンドの太さ、ここのパワーアンプのマスターが高域を中心としたジャキジャキ感になっています。この2つのですね、ゲインバランスをうまくとってジャキジャキっとしながらも腰のあるクランチサウンドを作っていきます。あまり歪ませすぎると、特にアルペジオを弾いた時の音の分離感がなくなってしまうので注意してください。次にキャビネットで低域と高域の鳴り方をですね、調整します。今回マイクをですね、 SM57 から MD421 に変更します。SM57 から MD421 に変更することで音の重心が下がり、中域が削れたややザクザクっとしたドンシャリっぽいサウンドにすることができます。で、今ですね、低域が少し強みに出ているので、マイクをですね、少しだけ遠ざけて低域を削っておきます。音が潰れないように歪みを抑えながら、テレキャス特有のジャキッとした質感が出るようなサウンドを作ってみました。基本となるサウンドはこれでできたので、ここにですね、ペダルエフェクトを足していきましょう。まずはコンプレッサーでサウンドの粒立ちを整えます。今回はこちらの MXR ダイナコンプモデリングを使います。これまでの音作り動画では、演奏のしやすさ重視のコンプ感をあまり感じさせないナチュラルの設定をお勧めしていましたが、今回はこれまでよりもやや深めにコンプをかけています。ジュリマリのオーバードライブはカッティングがあったり、アルペジオ、ブリッジミュートとか、とにかくですね、演奏方法の切り替えが激しくて、ピッキングのムラが出やすいんですよね。なので、そのピッキングのタッチのムラをですね、抑えるイメージで、やや深めにコンプをかけています。で、このダイナコンプは、とにかくパラメータが少ないことが特徴で、やることはですね、ここのスレッショードを下げて、コンプが聴き始めるポイントを決めて、コンプのですね、オンオフで出力差がないように、ここのアウトプットで音量を調整するだけです。アタックとかリリースとか、面倒なパラメーターが排除されているので、コンプに慣れていない方は、このような潔いコンプを使った方が音作りしやすいと思います。最後に EQ でサウンドのトーンを整えます。これまでは10バンドのグライコを使うことが多かったですが、今回はこちらのスタジオ EQ を使います。このスタジオ EQ は太さとサウンドの張りを出すのに最適な EQ になります。今回は 120Hz をですね、ブースト&カットして太さを出しながら、3kHz をブーストして張りを出しています。